はい、改めてここからは、鈴鹿 F1 日本グランプリについてなんですが、上地選手は、2012年 F1 日本グランプリでは日本人として8年ぶりの表彰台を獲得されました。こちらがその時の写真です。そうですね、なんかマッサの今後表情は何を思ったのかどうしようみたいな顔をしてるんですけど、そういう感じじゃなかったですね。はい、うん、本当にでも湧きましたよね、この時は。ただまあちょっと、まあ、話先に戻っちゃうと、はい、まずこの2年前日本グランプリ、はい、鈴鹿で、はい、ザウバーのマシンでガンガンオーバーテイクやりましたよね、はい、あれももうサーキットも湧いたし、それからサーキットの中のメディアセンターも騒然とするぐらいの走りで、うん、鈴鹿のヘアピンでこのラインで抜いちゃうっていうぐらいの、ね、常識を覆すような走りだったんで。でも抜けちゃったから僕もいけるんだと思ってますから。あ、もういけると思ってたっていうよりは、行ったらいけちゃった。そう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 、うん、だって当時カムイラインって言われましたからね、アドラインのこと。まあもう存在しないんですけどね、これですよね、うん、当時の F1 スーパーですね。ね、そうですね、それはわかるけどね、絵で描かれたらねなかなかできないですから。今や SF でやろうともなかなかできないですから、ね、うん、何だったんだろうなってすごい思うんです。何だったんですかね、幻ではないです。幻だと思ってます。でもこのインをガーってインインで行って抜くのもあったし、アウトから仕掛けた時もありましたしね。もうね、そのヘアピン全てがオーバーテックポイントになってたんで。だから昔からもう仕掛けるのとかは大好きなんですか？いや、そういうわけじゃないんですけどでも結構ね、バトル慣れはしました、昔から。カートやってるところのサーキットがすごい小さいサーキットなんですよ、はい。でそこすごいバトルが激しいんですよ。でそこでずっとやったから、バトルの慣れは結構もともと強かった方ですね。そういう点ではね、はい、ジェンソンとも相当バトルやってて、そうですね、結構無線でね文句言ってたりね、当時ね。文句言うのも仕事なんでね、はい、一回バルチェロに、すごいレースで僕ら戦ってて、その時になんかレース後すごいルーベンスが俺は文句言ってたんらしいじゃんって僕言いに行ったんですよ。言いに行ったら違うんだよって、レース中に文句言うのは当たり前だと、パフォーマンスだからってでも車降りて笑顔の意味わかるかって、当たり前だからだよって言うんですよ。要するに自分のアピールなんですよ。それがもう戦場なんですよ。ですね、戦場ですね。なんか結構周りからそのカムイラインとかもいろいろ言われるじゃないですか。亀井選手自身でなんかこう鈴鹿での思い出とかありますか？話変わっちゃうんですけど、僕鈴鹿来ていつもやっぱり感動するのは、僕がよく行く焼肉屋に行くことぐらい。焼肉屋、さっききっと出ちゃいましたね。本当にね、それが楽しみでしょうがないですよ。焼肉のために、焼肉のためじゃないですね。焼肉のために。いや本当に、そこに行くのが楽しみ楽しみで、そんな美味しい焼肉屋さんも。教えないですけどね。いや今の教えてくれるのは、毎回そうなの。内緒なんですよね。内緒なんですね、はい、内緒やけど、はい、ほんまに最初行った時、全然予約しないでも普通に入れたのに、はい、最近予約しないと入れなくて、広まっちゃってるじゃないですか。そうなんですよ、もうね、1週間前とか予約しても、はい、あかんって言われる理由があるんですよ、ちょっと悲しいんですよ。悲しいですね。そう、2011年はね、情緒不安定なシステムで苦労しちゃって。そうなんですよ、でもね、11年はね、そんな悪くはなかった。戦略に失敗したんか、そう、戦略失敗して落ちたで、まあでもそういう時もあるなと思いながら、予選はそんな悪く、予選7番ぐらいだったんで、そうですね、そんな悪くなかったんで、まあそういう意味ではなんとか車のパフォーマンスは出せたのかなと思います。そしてね、2012年は本当にこれ でしかも、その本当にもう心臓止まりそうなぐらいの数周があって、で後ろから来てたのがマクラーレンメルセデスで、でしかもジェンソンバトンで、マシンのパフォーマンスで言ったらもう全然違うパフォーマンスの車を抑えての3位でしたからね。まあ、実質そのマッサ2位に入って、マッサとも戦ってたんですよ最初は、うん、マッサが4番やったんですよ、はい、でジェンソン僕で戦略を走りながらどうするってなった時に、僕はどう見てもベストは3位しかないんですよ、うん、2位走ったんですけど最初は。要するにマッサに生かすかジェンソンに生かすかどっちかやったんですよ。で、そこで、ね、結局ジェンソン取ったんですけど、はい、やっぱり
まあ最高の、まあ自分の中であれが最高にできるレースの展開がまあそれやったから、まあ、とりあえず3位で良かったなと思って、これ中途半端に4位やとどうしようかなと思って、うん、レースしながらどっちやみたいな感じですごい悩んだんですよ、うん、あ、そうだったんだ。それ分かってたから、いや本当に絶対3位守り抜くっていう意気込みがもうすっごく伝わる話聞いたんで、マッサが結構早く入ったもんな。マッサを抑えに行ったら今度ジェンソンが1人になって早いから逃げちゃうしっていう感じだったから、ね、日本グランプリで3位の表彰台を取りまして、うん、まあ、上井選手にとって F1 鈴鹿日本グランプリっていうのは一言で表すと焼肉いや、はい、いやいや、でも鈴鹿は本当に一言で表せないですよ。だってファンの人がすごいいい応援してくれて、はい、あの本当にファンに感謝だなって思う瞬間がたくさんあったし、世界中のドライバーがやっぱり日本に来て鈴鹿でレースすると、はい、日本のファンってすごいよねっていう言い方をしてくれるから、うん、ドライバーの皆さんもそう、うん、それを一言で言うのはちょっと失礼かなと、うん、そうですね、って思います。だからそういう意味ではやっぱりそこでちゃんと結果を残せてよかったし、今でも僕その焼肉屋行ったらね、なんかわけのわからんおっちゃんがお金払ってくれるんですよ、いつも。いらないって言ってるのに優しいなって、優しいですね、ありがたいなそうです、まあそういうことがあって、まあそういう意味ではファンがいての鈴鹿だなと思いますね。でしかもドライバーズパレードって日曜日やるんですけど、はい、最近はその地元のドライバーが、あの車止めてお客さんに手振ったりいろいろやるんですけど、はい、そのきっかけ作ったのも実は日本グランプリで神井さんですよね。そうそうなんですね。僕がファンシートっていうのがあったんです、はい、僕の。ね、はい、ほんであって、それで何かできないかみたいな感じで言ったら、なんか別にやっていい感じだったんですよね、確かに。別にやれよみたいな、はい、時間通りに戻ってくるんでやれよみたいな感じだったんで、はい、降りて、スタンド前行って、手振るみたいなことをやって、やると、なんかそれが普通になってきたんです、だんだん。その時は一人で、そうそう今もそれがもう今ね、その各サーキットで、はい、あの地元の選手がね、応援席ってくれ、だからそれをでも、それまでは整然とただパレードしてたのが、そうやって車止めてお客さんの前行ってアピールするっていうのは、はい、これ実は日本グランプリで神井さんが F1 の始まりなんですすごいですね、歴史作ってるんですよ、さらにだからちょっと 毎年なんかお金入ってくるはずなんですけどね、はい、ちょっと今まだ権利料みたいな、これはこれから請求です、まあ、一回も入ってこないですね、神井さんと鈴鹿のファンの皆さんで作り上げた歴史なんですよ、歴史ですね、はい、まあ、そんな神井選手なんですけども、うん、スーパー GT 鈴鹿1000キロにレクサスチームウェッジスポーツ坂東から参戦するんですよね。そうなんですよ、今回1000キロに、最後の1000キロ、そうですよね、うんうん、なんか最後っていうのを僕知らずに行っちゃったんで、あ、そうなんですか、はい、なんか雰囲気的に記念じゃないかみたいな、はい、最後のみたいな感じだったんですけど、違いますよ、僕はちょっと GT を出たくて言ってたんですけど、はい、やっとそれが実現して、はい、で実現したら、はい、ジェンソンも、はい、そうなんですよ、こちらですね、来るようになって、はい、なんてことだったなんてことでしょう、これはちょっとすごい、もうね、2年前ぐらいに話したんですよ、ジェンソンと、はい、その時にGT 来ないよみたいな話したんですよ、うん、もう F1 すんないっしょみたいな話をしてて、行きたいなみたいな感じで言ってて、ほんまにそれがこうやって起こるとは思ってなくて、ちょっとびっくりみたいな、うん、じゃあバトンが GT マシン乗ってみたいって言ったのがきっかけだって言ってましたけど、そのそもそも作ったのは神さんかもしれない。いや本当にね、話してて、いや全然乗りたいよみたいなこと言ってて、うん、絶対本当に言ったら乗れるからほんまに本田に言って乗ったみたいですね。しかも悔しいことに、ね、僕ね、あんまね、この GT ね、まだあんま乗れてないんですよ、正直。ジェンソンめちゃめちゃ乗ってるんですよね。はい、そうですね、結構来て。そうなんですよ。ちょっとこれフェアじゃないんだまあでも、予定外に合同テストまで来ちゃいましたからね。そうね。これじゃダメだと思って、うん、僕なんかね、これじゃダメだ、乗る前が分かってて、全部参加してるんですけどね、行って5周で帰るとか、そんなのばっかなんですよ。お忙しいですね。忙しいんじゃなくて、あの僕をこう走るメニュー入れて、忙しくて、タイヤセットがいっぱいあって、で、なんかジェンソンの場合はね、なんか結構誘導されて、走る時間を作ってくれて、どういうことだろうみたいな、ジョフィアじゃない、どっちかというと鈴鹿の経験はね、僕よりジェンソンの方が絶対あるはずですから、だって F1 レースやってる経験がね、僕より全然上ですから、
でもなんとなくあの無限チームの動き、あのテストの時見てると、もうドライバー交代が同じようにハンデをしたように同じような順番でやってて、セカンドスティントにこうバトンが来そうだなっていうのが見えていて、でどうも坂東さんは特に合わし込んでくるって言ってるでしょ、めちゃめちゃ嫌やねんけどおいジェイソンなんか行くぞって言われるでしょ、嫌やよそんな展開嫌やよでも僕らからしてみるとやっぱりその鈴鹿のバトルだって、そんなジェイソンのとか乗るぞってあなたの戦略大丈夫でしょそんなこと言われるとえみたいな、ファンはちょっとね、もしかしたら楽しい、ちょっとね、いやでもそんなことやってるね、はい、このチームの成績ボロボロですよそうですよね、でジェイズの5周目でもこっち入るんでしょ、はい、なんだよそれ戦略がちょっとなんだよそれ方々とただね、でもやっぱり見てる人たちにとってはやっぱりあれだけ、はい、あの F1 でバチバチの戦いを鈴鹿でもやってくれて表彰台上がった、あるいは随所に F1 で戦ってていつもまたカムイが前にいるよとかって言ってたジェンソンがまた一緒に戦うっていうのは、僕らからしてみると、僕がもし前やったら絶対無線で文句言わせたろね、楽しいですね、それがまたね、あの翌週の番組とか出てきちゃうんで、きっといや、まあ日本のあれラジオも録音してないでしょ、選挙してます、ね、してるんですか、うん、まだ絶対ブロックしたそんな戦う楽しみですけども、うん、なんかその最後の1000キロだから出たわけじゃないけど、来年はちょっと選挙の形には変わっちゃうんですけど、10時間ね、うん、出たいんですよ、出たいんですよ、10時間、10時間あの GT3 ですよ ね、 そうですね、うん、出たいんですよ、僕ね、いい、出たいんですよ、で出たいんですけど、はいはい、この前スパ24時間行ったら、あの GT3 ってすごいレベルが高いっていうことが分かったから、ちょっとね、いろんな意味でね、あのちゃんとした体制で、ちゃんとしたあの経験を積んでいかないといけないなと思ったので、そんな愛にこう言うべき感じじゃないなと思います。思ったら、なんか、でもね、ジェンソンも最初は GT3 出る気ないなみたいなこと言ってたのが、あの合同テスト一緒に走った途端に速いすごいってなって、なんか、ね、乗る気満々になってきちゃったよ。いやでもGT3 と GT500 はちょっと違います。もちろん正直ちょっと違います。やっぱり500の方が迫力、乗ってる迫力はやっぱ全然あるから、まあ、そういう意味では本当に乗ってんって思うかどうか、うん、GT3 ってね結構乗りやすいんですよ、うん、ABS ついたり、基本的にはそのプロじゃなくてもレースできるぐらいの、うん、をコンセプトに作っちゃってるんで、だからそういう意味ではこうプロドライバーが乗るとなかなか特殊な車ではあります、うん、簡単に言うと。でもね、特殊でハイテックな車っていう点ではカムイさんは今世界最速ですからね、ルマンで多分あの記録は抜かれないですね、ね、こうすること抜かれないと思うんで、ね、あれを抜かれたらまあすごいですよね、逆に車もすごいし、ドライバーもすごいなと思いますよ。でそのルマン24時間レースの予選でコースレコードを叩き出しているんで、ね、だから僕ね、コースレコード取ったら、このお姉ちゃんのほっぺたにキスしてくれると思ってたんですよ。はい、してくれなくて、なぜかしらなくて、国本雄二にキスしやがって。してましたね。どういうことやねん、これって。今でもちょっと根に持ってるねえ。残念ながら。雄二ずっとその後、顔赤くなってます。やばいっすね、僕。やばいっすね。お前何もしてへんけど。まあ、そんなことだったんですよね。はい、でもね、これも本当に僕らしかったですよ、僕らから見てて。本当ですか。はい、やっぱりこの長い歴史、まあ、1923年から続く歴史にこれだけのすごい記録を刻んでくれたんで、はい、YouTube の再生回数すごいですもんね。そうです、はい、こんな出んねやと思って。ですからね、本当にこう随所随所にあの小林カムイという名前をいつも光らせてくれてて、僕らにものすごい印象を与えてくれた。そうそう、特に雑誌屋さんとかね、しゃべりやすいですよね書きやすいし本当に楽しみですよ、いろいろお話聞いて、はい、改めてすごいドライバーさんなんだなって改めて思いました。ピンクの時そんなこと思わないもんね。思わないです。ピンクの時はもう、F1 を経験されている、あ、小林カムイ選手だ、こんにちは、みたいな感じだったんで、今日改めて、もう本当にすごいドライバーさんだったなと思いました。全然大したことないから、安心して、はい、ではですね、最後の、今回、最後の鈴鹿1000キロは今週末に開催される、うん、という
ということで、カムイ選手応援しにぜひ皆さん鈴鹿サーキットに遊びに行ってみてください。今日はお忙しい中本当にありがとうございました。カムイ選手でした。